報、中日立浪監督、なんかまたヤバそうな記事が出てくる。3年契約の最終年となる来季に向けて、立浪中日が野手の補強に精力的だ。課題の攻撃力アップに向けての動きに、選手たちも巻き返しに燃えているかと思いきや、現場からはネガティブな話しか聞こえてこない。ようやく、格安外国人より中白の方が計算できると獲得、ドラフト2位3位も独断で二遊間指名、荒木コーチが和ませるも、ヘラヘラしてると嫌ってた、西山コーチが、監督に進言しても聞いてもらえないとトロ。おまけ、米禁止で婚約者は愛妻弁当、独身者はおにぎりを内緒で寮に持ち込んで食べていた。さ、所定期なり格安外国人より中地の方が計算できるで草生えるわ。安倍晋之助さんの未来案。名古屋の将軍様。勝てぬ勝てぬは工夫が足りぬ。何時移民がネタでキャッキャしてた想像を遥かに超えてきて草。やべえ、これはガチで大問題だろ。思ったよりチーム崩壊してんじゃねえか。打てるやし欲しくて2位でつだ。そら今の外人ガチャがあかんのは事実やしな。円安も相まって6なのほとんどおらんやろ。中地は最低でも代打ではある程度は期待できるから、相対的にマシなのは事実ちゃうか。その理論が正しいなら各球団の争奪戦になってるのでは。ストーブリーグの覇者。荒木やめたのって立浪が追い出したんか。うわぁ。あれよ、これが本物だぞ。来年も再開確実なのほんまくさ。みんなで丸刈りにしよう。こんな監督が2年連続再開でも続投しとるのほんまくさ。さすがチュニドラ。立浪には5年計画でドラゴンズを立て直してほしい。最初は叩かれるもんや。最初、2年終了。でも客は呼べるからな。文句あるなら球場行くなよ。YouTube でのびのびしてる荒木見てるとほっこりする。もう中途半端無線で、昭和の PL にしたらええんちゃう。でもファンは増えてるから中日とタッツの勝ち。もう福留監督しかないやろ。借金20超えて身体伺い出さない奴も、肩叩きしない球団も両方頭おかしい。